パンアメリカンハイウェイ、パンアメリカンハイウェイは南北アメリカ大陸の国々を結ぶ幹線道路網である。パンアメリカンハイウェイの整備構想が最初に提唱されたのは1923年チリのサンティアゴで開催された第5回米州国際会議である。構想を受け道路整備のための具体的な調整の場として関係国をメンバーとする。 パンアメリカンハイウェイ会議が設置され、1925年の第1回会議以降、道路整備の進捗に合わせて、これまで不定期に開催されてきたパンアメリカンハイウェイ会議の開催年次と開催年の高算章。各国の道路整備については、計画、建設から建設費に至るまでアメリカが大幅な支援を行っており、 特にその動きが顕著であった1940年代から50年代にかけてその整備が大幅に進んでいる。パンアメリカンハイウェイはそのような名前の一本の道を新たに建設したのではなくアジアハイウェイ構想に見られるように既存の各国の主要幹線道路をパンアメリカンハイウェイとし整備、ネットワーク化したといった方がむしろ実態に近い。 パンアメリカンハイウェイのルートとされる各国の道路は、例えば、チリハイウェイ5号線のように必ずその国の名前が付けられてを、むしろその名称の方が一般的なため、地元の人がその道路をパンアメリカンハイウェイと呼ぶこと自体知らない場合もある。また、カナダとアメリカ国内については、どのルートをパンアメリカンハイウェイと呼ぶのかについて、これまで公式な定義付けがなされたことがない。 つまり、各資料で紹介されているカナダとアメリカ国内のルートについては、数あるルートのうちで一般にパンアメリカンハイウェイとして呼び名を表している有名なルートを紹介したものということになる。以上のことから見ても、パンアメリカンハイウェイは部分によってはそのルートや範囲が曖昧な、極めて概念的な色彩が強い道路ということができる、実際ルートや視線の数などの捉え方。 総延長距離や視点、終点の位置などについては、資料によって大きな差がある。一般に本線とされているルートは、アラスカ州フェアバンクス、フェアバンクスを起点に、さらにそこより、北のサークル、サークルという北極圏に近い街を起点とする場合もある、北米大陸西岸から中西部を通って、メキシコから中米に抜け、ただし口述のように、一部道路が分断されている、 地点がある南米大陸の西岸を通り、チリのサンチアゴから東へとルートを変えて、アデス山脈を横断し、ブエノスアイレス。さらにはそこから南下して、大陸南端のティエラデルフエゴ、ティエラデルフエゴに至るコースである。その間、北極圏や南極圏に近い寒冷地から、熱帯雨林、平地から標高4500メートルの高地に至るまでの様々な気候帯や生態系、 さらには14カ国、本線の項目に列記もの国々を通過する。ちなみ、1997年版のエンサイクロペディアブリタニカでは、パンアメリカンハイウェイの長さを全長4万8000キロメートルとしている。ただし、一部ルートの定義づけがなされていない箇所がある。ことは、上の通りであり、この数値がどれほどの意味を持つかは疑問である。これだけの長さと、 多様な地理的条件を持った道路であるため、全線を同一の規格、状態に保持すること自体物理的に見ても不可能であるし、また、実際問題として、道路の規模やメンテナンス状態など国ごと、さらには同一国内の異なる地域によって千差万別である。パンアメリカンハイウェイの全ルートのうち、いくつかの地点については換気にしか通行できない。また、 それ以外にも地震や台風による地滑りなどのために通行止めとなる箇所、陶器の積雪のための通行止めになる箇所、アンデスの中原にあるチリとアルゼンチンの国境地点はその例などが数多くある。さらに、ラテンアメリカ諸国の正常不安や治安の低下などもこれまでパンアメリカンハイウェイの通行を妨げる大きな要因となってきた。 現在でも治安面などからドライブそのものが危険な地帯が数多く存在する。以下、パンアメリカンハイウェイの本線及び支線について、詳述する。パンアメリカンハイウェイの一応の起点とされているのはアラスカのフェアバンクスである。そこからカナダのユーコン順州、ユーコンテリトリー、ブリティッシュコロンビア州、ブリティッシュ、コロンビアなどを抜けてアメリカ西海岸、または 中西部を通り、さらに、メキシコや中米諸国を通過して、パナマに至る、ただし、上述のように、カナダとアメリカについては、どのルートを、パンアメリカンハイウェイというかについて公式な定義付けが、なされたことがない。全ルートのうち、特に、フェアバンクスから、カナダのブリティッシュコロンビア州、ドーソンクリークまでの部分を、アラスカハイウェイ。 メキシコからパナマにかけてのルートをインターアメリカンハイウェイと呼んでいる。インターアメリカンハイウェイはメキシコなどをドライブするアメリカ人旅行者に非常に人気がある。パンアメリカンハイウェイとして公式に定義付けられている部分の起点はアメリカとメキシコの国境地帯に点在しており、メキシコには以下に述べるように主要都市から国境地帯に向かって パンアメリカンハイウェイの支線が複数伸びている。その中で、ハイウェイ本線の起点は、テキサス州ラレド、ラレド、または、メキシコ側のヌエボラレド、ヌエオラレドとされている。起点となるラレードからは、メキシコ連邦ハイウェイ、メキシカンフェデラルハイウェイ85号線が、メキシコシティへと南下しており、メキシコシティからは、同1 9十号線に接続し、グアテマラ国境に至る。さらに、 グアテマラより先は、中央アメリカハイウェイ、セントラル、アメリカンハイウェイ1号線と名称を変え、途中エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカの各国を通過し、パナマ東部のカニータ、ニタまで道路が続いている。公式には、カニータがパンアメリカンハイウェイの北側部分の終点とされている。実際には、カニータより約180キロメートル南の地点。 コロンビアとの国境地帯に広がるダリエン地境、デリアンギャップの手前の町やビザ、ビザまで道路が続いている。本線北側部分の主な通過都市は以下の通りである。ただし、カナダとアメリカについては、本線そのものが特定できないので、ウィキペディア英語版の記事などいくつかの資料を参考に、パンアメリカンハイウェイが通過しているとされる都市の一部を列記した。このため、各都市が、 必ずしも一本のルートで結ばれているとは限らない。パンアメリカンハイウェイはパナマとコロンビアの間にあるダリエン地橋、デリアンギャップ一帯で約 87km にわたって南北に分断されている。他にパナマ運河も地理的にハイウェイを分断している地点として知られているが、こちらについては橋がかかっており道路が分断されているわけではない。 ダリエン地境を道路でつなぐことについて過去に調査が行われたこともあるが、この辺り一帯は中南米で最も多様な植物症を持った地帯の一つとして知られており、ダリエン国立公園、パナマ、ロスカティオス国立公園、コロンビアとして世界遺産に登録されている。また、エンベラ、エンベラ族、ウーナン、ウーナン族、クナ、 クーナ族などいくつかの先住民族が森林に依拠した生活を営んでいるため、熱帯雨林保護や先住民族の生活保護の観点から、道路不設について反対する意見の方が大勢を占める、このことを語るエピソードの一つとして、上日のヤビザが挙げられる。ヤビザ一体は1970年代までは、鬱蒼とした密林地帯だったが、 道路が建設されたことで森林の乱発が進み、今では道路の両脇、幅にして数キロメートルの部分が道路に沿ってベルトのように森林が消失した状態になってしまっている。その他、熱帯性疾患や高帝液の北米地区への侵入予防、パナマへのコロンビア人の不法移民の増加抑制なども道路建設反対の理由とされている。ちなみに、 ダリエン地境周辺は、麻薬密売ルートや、反政府ゲリラの拠点としても知られており、中南米全域で最も危険な地帯の一つにも、数えられている。パンアメリカンハイウェイの南側部分の起点は、コロンビア北西部地区である。ここを起点にコロンビアハイウェイ52号線が、コロンビアのメデジンまで続いている。メデジンからは、同54号線に接続しボモタまで続いているが、 このルートは迂回路となっており、南下ルートとしてはより直線的で、距離も短い道11号線がある。ボホタからは道72号線が伸びており、無理以上で11号線と合流する。11号線は合流地点からそのままエクアドル国境まで伸びており、エクアドルに入ってからは、エクアドルハイウェイ35号線と名称を変えて、エクアドル国内を従官し、ペルー国境に至る。 ペルーでは、パンアメリカンハイウェイは、ペルーハイウェイ1号線という名称で、首都のリマや地上絵で有名なナスカなどの都市を通り、チリ国境まで続いている。なお、ハイウェイは、地上絵を横切って建設されたため、地上絵の一部が破壊されている。チリ国境から先はさらに、チリハイウェイ5号線、ルタゴの名称で親しまれているとして、サンティアゴ北部まで続いており、 さらにそこからは東へと向きを変え、チリハイウェイ六十号線に入り、アルゼンチン国境を越えたところでアルゼンチンハイウェイ七号線と名称を変え、ブエノスアイレスに至る途中道八号線を部分的に通っているものと思われる。パンアメリカンハイウェイ南側本線は、ブエノスアイレスが一応の終点とされていたが、近年、道路建設が進んだ結果、ブエノスアイレスから、 アルゼンチンハイウェイ3号線が、南アメリカ大陸の南端ある、フエゴ島のウシュアヤまで伸び、この地点がパンアメリカンハイウェイの終点とされるようになった、ウシュアヤにはパンアメリカンハイウェイの終点であるとして、アラスカまで 17,848km の標識が立てられている。本線南側部分の主な通過都市は以下の通りである。上述した本線以外にも、 パンアメリカンハイウェイには以下のような多数の支線があることが知られている。パンアメリカンハイウェイの公式な起点とされているラレードからメキシコシティに至るハイウェイの本線、メキシコ連邦ハイウェイ85号線のほか、メキシコ国内の支線として以下のような道路がある。パンアメリカンハイウェイの支線としてコロンビアのボゴタを起点にベネズエラのクイリア、クイリアに至るシモンボリバル、 サイモン・ボリーバー支線が知られている。ボゴタからコロンビアハイウェイ71号線としてベネズエラ国境に至り、そこからベネズエラハイウェイ、ベネズエラハイウェイ1号線として首都カラカス、カーコスまで行き、さらに同9号線に接続して終点のグイリアに至る。ブエノスアイレスからはブラジルのリオデジャネイロに至るまでの支線がある。 起点のブエノスアイレスからフェリーでラプラタ川を溶かして、ウルグアイのコロニアデルサクラメント、クーニアに接続し、そこから、ウルグアイハイウェイ、ウルグアイハイウェイ1号線で、首都モンテビデオ、モンテビデオに至る。さらに、そこからは、同9号線に入り、ブラジル国境で、ブラジルハイウェイ、ブラジルハイウェイ471号線に接続して、ペロータス、ペイロータス付近まで来た後、 ドーハイイウェイ号線にに接続して、リオデジャネイロに至る。ブエノスアイレスとパラグアイの首都アスンシオン、アスンシオンにも支線がある。ブエノスアイレスを起点にアルゼンチンハイウェイ9号線がロサリオ、ロザリオまで伸びており、そこからアルゼンチンハイウェイ11号線に接続してパラグアイ国境を越えアスンシオンに至るルートである。ブラジル沿岸部にある港町のパラナグア、 パーラナグアからアスンシオンを経て、ボリビアのシュトラパス、ラパスを通り、ペリューのシュトリマに至るルートがある。チリ国内の支線としては、サンティアゴからチリ国道5号線をそのまま南下し、プエルトモント、プエルトモントに至るルートがある。なお、資料によってはさらに南のプンターレーナス、プンタレナスまでのルートを含めているものもある。なお、国道5号線は1990年代以降、 アスファルト舗装化が進められ、2007年現在、ほぼ全区間が舗装路である。蒸気以外にも、ベネズエラと近隣諸国の内陸部を結ぶ支線などがあるようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。